皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も赤狼遊んでいきましょう。さあ前回はこの新マップボサッサに到達で、そこでボスのシスタローを撃破しました。あの子ね、強かった。非常にいいボスでしたね、両ボスで。今日ですね、一旦そこから先に進んでいきましょう。よし、出発。で、ここも非常に素敵なロケーション。こういった巨大な仏像がね、何体もある。質量とか重量感じますよね、グラフィックから。さあ、この奥。これ何やんの？敵いるのかな？大丈夫？いや、特に何もない。花か。で、アイテムを拾う。で、これが新アイテム、かぐわし水蓮。落ち谷の奥に咲いていた青白い蓮の花。源の水が濃くとどまる場所に咲くもの。メスの猿はこの花の香りを好む。故に獅子猿は大切に育てていた。己のつがいに備えるために。この花は源の香気を生む香の材料の一つ。藤社長のために巫女は求めるものだ。よしよし、さあこれで多分クリアかな。このマップ。どう？あのなんかメスの猿とか来ないよね、多分。でっかいやつ。ですね、特に来ませんね。よし、平和だ。さあ、これ持って一旦帰ろう。で、仏渡り。多分ここかな、巫女の間。よし、クリアか。よし、さあ、一旦ご帰宅。で、黒くん。持ってきたよ、睡蓮。巫女様、源の香の花、手に入れました。おお、やはり落ち谷に咲いていたか。はい、落ち谷の奥に。そこが源の水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた、狼よ。ああ、そうだ。私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な香が分かった。それは？流陰の巫女の血。つまり、私の血だ。九郎様の血。ですが、それは流れぬはず。ああ。流陰の巫女とは、そうしたものだ。だが、源一郎殿の居室で、タケル様の故障の指揮を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまず、これをそなたに渡しておこう。さあ、これがドキュメント、故障の日記。タケルの故障が書いた古びた日記。香炉の上でタケル様は刀で腕を切っておられた。だが不思議なことに傷は瞬く間に癒え、血は強いほども流れぬご様子。あれなくば恩知は流れませぬ。巴殿が言われたあれとは一体何のことであろうか。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。うん、クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。血が流れないんだ。でもじゃあどうやって狼に輸血したんだろう。3年前。そこは飾らない。サイマさん、聞いてみよう。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに竜院の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですが、それをなすものが先方寺にはあります。不思議りか。はい、こちらを。これもドキュメント、竜院立ちの詩編。タケルが残した竜院立ちの書の一部のようだ。不思議りがあれば我が血を流すことが叶うはず。血を流せば香が完成し戦況に行ける。そうすれば不死立ちもできるだろう。竜院の解釈、いかに巴に頼もうか。タケル様が記されたものか。
はい、不思議りならば流飲の巫女の身に傷を負わせ血を流すことも叶うでしょう。わかった。これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。戦況の地、これ実際にあるのかな、精神世界なのか。倒しちゃった。狼、エマ殿に話は聞けたか。はい。どうじゃった、何か分かったか。不思議りならば叶うと。そうか、不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。不思議りは先方寺にあると聞く、手に入れてきてくれるか。御意。よし、行こうか。先方寺、次のステージで、これ多分あそこかな。本庄から左に行く。リターンワープ、仏渡りで、ここですね、八田城本庄。ちなみに本作ね、結構アマゾンレビュー荒れてますね。260件ぐらいで星 3.5 っていう状態でね、やっぱり星1個と2個のレビューが結構多いですね。なかなかに荒れてんので、やっぱりその意見の多くはね、なんて言うんだろう、チャンバラをさせられる、リズムゲームの。あるいは強制させられるとかね、結構バランスが悪いっていう風に言ってますね。まあ、わからんでもないけど、でもね、さすがにこれ、打作ではないよ、全然。普通に良作ですよ。よし。まずこいつ。皆さん的にどうですかね、まあ、やっぱむずいっていう風に感じる方も多いよね。よしよし。そう、これね、ほぼほぼ音ゲーなんだよな。音ゲー、リズムゲー、こればかりはもう仕方がない。こういうもんです。で、こいつか、まずこいつね、ワンちゃん。そこにも一匹、これやっとくか。ちょっとかわいそうなんだけど。よし、さあ3匹目。これはこれ忍殺できんの、この子。あ、待って待って、あ、バレたな。あっちゃー、入っちゃった入っちゃった。なんだこれ。あれ投げか、多分。怖え、パターンがわからねえ。よし、機動力投げ。よし、でもう一発。はい。あー、3、あぶねぶね、3発目か、あぶねえ。一発がよく、怖すぎないこの子。あの引き戻しの時にも判定あるんだ。一発回復、弾薬で戻ってきて、そう投げ3発か。はい、よし、何回やんの、何回やんの、ドン。はい、よし、チャンス、もうちょい、1回2回の3回。よし、いやー、4回目来た。マジか、ここで新パターンか。いいね、楽しいな。はい、これもう死んでない、これ体感、これどうなってんのこれ。ゴン、さあようやく。デジテスクズ、これ強かったな、新キャラですね。ね、でこれ、そっちの奥、あ、これそっちも行けるんだ、そこですね。これね、多分あれだわ、あの一番最初のあのマップか、あそこだわ。うん、下のそれ取ってあるですね。ただそっちに行ってない、あれ行けるの。敵いますね、一匹。あと、そこにもいるわ。画面中央部。傘かぶってる。あれ、ラッパ臭なのか。これ、まあ、行くとしたらそっち。そっちかな。そこの、橋のそっち側ね。そっからこう、下っていくのか。これ、どうしよう。ちょっと行っとくか。せっかくだし。
見つけてしまった。これいける？ちょっと待ってね。こっからこう降りて、どっちかというとこっちかな。よし、水中来るわ。で、そう、そこに一匹いる。こいつはゆっくり行く。ゆっくり行って、はい。あともう一匹、そこにいる。これもゆっくり行く。よし。これ多分ラッパだよね。ラッパ臭。と、銭袋。鉄くず。よしよし。もうないか。でね、そこの下になんかあった。あれもラッパか。ということは、一番最初のあっちか。あのステージに行けるんだ。よし。で、ミブ風船。ただこれあっち行って意味あんの？パーッと行ってみる？何もないかな？おそらくは。あとね、本作、フロムソフトウェアがね、結構異例の事態というか、珍しいことやってまして、何かっていうと、初心者向けのページが公開されました。こういう風に序盤進んでくださいっていう。でね、ボスの赤鬼の攻略方法とか、あとね、平田屋敷、あそこの行き方とかね、公開されてました。おし。これ初かな多分。あ、ですね。器物。で、そこで、登頂していける。この辺りに忍びが入り込んだそうじゃ。探してくれ。心得たわ。あいつの貧乏ではないか。いや、それだけ戦が近いということじゃろう。だからこそ、通ってはおけぬのだ。忍びか。これ自分だけなのか。で、こっちから相変わらず開きません。これね、そうだな。ワンちゃん、奥のワンちゃん。あれやっとこう。で、からの、おっさんを切る。はい。よし。さらに切る。で、ワンちゃん手裏剣。よしよし。こっちはなんもないかな。これ、この奥何やんの？そこにアイテムあるわ。これ、配置変わってるんだ。敵とかの。あーってなんかほら強キャラいるし、あいつか。まあ、これパーッといってと思ったんだけど、ミスった。普通ミスった。アイテム。よし、弾薬。フルスイング。これ、あ、ここに、あ、なんか強そうな人いる。あ、これ敵だわ。7本槍。で、それと、こっち側。ちょっと待ってね。7本槍、あれね、なんかフォロワーさんがめっちゃ強いって言ったな。あいつは特に強かったっていうふうに言ってた。マジか、ここにいるんだ。これは非常に楽しみ。さあ、陶片ゲット。あ、撃ってきてんな。さあ、ザコをやっつけて。何？足からあれか。銃弾ね。そう、銃弾まずい。先に銃兵だけやっとこう。こいつ。あとね、そこにいた。こいつだ。よし。で、こいつ。よし。やり兵か。振り切った。さて、で、パワータイプ来る。ちょっと待ってね。あ、じゃあこれそっち行けるんだ。自分の一番最初にいたところ、こっち側ね。で、この人は話していける。まこと染み入る美しい。じゃが、誰かを乞うような、どこか悲しい音じゃった。
何の話だ。声をかける。おい、誰を呼んでおる。もう一度聞かせてくれ。お主わしは熊野神左衛門と申す。堀回りの見回りを任せられております。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬ。明かせぬとな。さては忍び衆でござるか。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。でもこれ敵じゃないの？時に忍び殿、この辺りで三味線の音を聞いておられぬか。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。三味線、全く知らない。聞いてないもんな。知らぬ。そうでござるか。忍び衆ならばもしや心当たりがと思うたが、あの調べは誰を呼んでおったのか。なぜだか無性に気にかかる。いや、何でもござらん。忘れてくだされ。三味線の音、これ気になりますね。まだ聞いてない。こっちか。これどうする。もう一回行ってみる。とりあえず行ってみよう。こいつは、これ忍びか。あやつの言っていたふぬけの狼、おらんようだな。無能ゆえ破れ、生き恥をさらす忍びなど一度見てみたかったが、是非もないか。まことに死なぬなら機会はいくらでもあろうての。ふぬけの忍び、過去の自分か。貴様、あ、これまずい。あやつの、ここ戦闘するの。マジか。ふぬけではない。ああ、よい。まことに死なぬなら、まずい。そう、こいつせんだな。一発回復。よし。はい。今の危ない。何？蹴りか。あ、そう、あれ強いんだよね。一発回復。よし、いった。いったろ。今の惜しい。よし。あ、待って、回復しちゃった。くっそ。一発回復、こっちも。よし。あぶねえ。やったぞ。2期目か、2期目か。そうか、そうか、把握。マジか。弾く。そう、これ、回復アイテムさえあれば、全然いける。いや、今の下段かな。ガヤク。よし。好き。あ、連撃か。はい。今ね、ガードが。マジか。これ改正かな。もう一回で回復する。熱せ。回復する暇がない、マジで。危な。
どうなった？大丈夫、よし。さあ、ギリギリ。なんとかやったよ。で、ジデスクズ。で、さらに数珠玉。よし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 。数珠玉か。4つ集まった。いや、強え。で、なに？こっち。こっちが6。こっちか。これ、そう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 。前回ね、行けなかったんだ。ん。で、鍵縄。これならば行ける。これ、どこに行くんだ？ステロー。牢屋か。こわ、ここはやべえぞ、これ。やっべえぞ。なんかいるし、あれ何？ね、イモリか？あれですね。ステロー。これ多分こっちはなくない？なんか。あれかな、もしかして。あ、ですね。首なしか。そう、あの妖怪系のキャラね。あいつがいるのか。で、そこに器物がある。よし。あれだけアンロック。はち切れそうな銭袋、多分これ1000円かな。そう、首なしさん、全部で5人ぐらいかな。4、5人いるって話。あれ、そこになんか侍さんいるし。で、これって何、こっちが順路なの？よくわからんな。多分違いそうな気がする。で、まずライフ、よし、4の連中で休息していいね。だいぶ強くなった。もうこれ初期値の倍ぐらいあるもんな。で、この方、話していける。あ、さっきのあいつか。多分。かすかに。だが、わしにはわかるぞ。まるで、誰かを呼び、泣いておるような。もしや、このわしを。これなんか見入られてんじゃないの？妖怪かなんかに声をかける。お主、時折、聞こえるぞ。なあ、教えてくれ。わしを呼んでおるのか？どうした？忍び殿か。音をたどりここまで参り申した。ほら、かすかに風に乗り、この先の穴底から調べが聞こえるでござろう。何も聞こえぬ。そうか、わしにだけ聞こえるのか。務めなどもうよい。あの調べを追わねば。あの調べはわしを呼んでおる。そんな気がするのだ。これね、階段っぽい展開ですね。調べが聞こえる。この先か。で、すみません、これちょっと待ってね。お金478円。さっきの強キャラね、あいつを倒しに行きたい。ただスキルポイント、これがちょっともったいない。できれば1ポイント貯めていきたい。で、まずは片白を購入。よし。23個。で、これどうしようかな。先行くか。ちょっと見てみる？もしか戻って強キャラバトル。ちょっとだけ見てみよう。で、さらに NPC。お前さん、見投げされるのかい？しないよ。なんだと。あしなの底に行きたくば、身投げをされるがよいじゃろう。あっちじゃ。あしなの底はあっちじゃ。あ、これこう下っていくんだ。身投げして、多分下があるのか。おそらくね。この奥、あしなの底。さて、じゃあこれ一旦戻ろうかね。あの強キャラね、ぜひとも倒してみたい。7本やり。一旦そうね、ワープしよう。よし。で、こっからそう、これね、雑魚キャラがすごい多いんだよね。これは困る。どう攻めるか。ずーっとそっち、あの一幕ね。他もないか。
で、雑魚キャラまず買って強えな。まずい、これ強えなこいつで。さらにもう銃弾が来るんだよな。まずこっち行ってみよう。7本槍、待ってね、こっち槍タイプか。あれこれはきつい。ちょっと待て、この数はまずい。よし見切った。ただ見切ってもちょっと待って、数が多い。アイテム一旦鉄くず、これどうするかな。下行けるわ。そう、これ前来たね、こっちね。ちょっとこっち行っとくか。よしで残影に触れる。こんだけか。あとのアイテム上ないかな。うん、特になんもなし。要は戦闘のみね、ここね。勝ちなさいと。いけるかな。で、これもしかしてこいつね、忍殺一回できるんじゃない？ここで隠れていれば。あ、でもこれバレてるかな。ちょっと待ってね、やってみようか。あ、でもね、これここじゃダメっぽいな。ずっと反応してる。一旦降りよう。降りすぎた、クソ。どこ？あ、正面に来た。よし。さて、右のおっさんね、こいつをババってやってしまいたい。いって。まずこいつ。で、回復して、槍のリーチ。あれ、やべえな、多分。あとこいつね、さっきの強キャラ。よし、さあこっからです。やり合おう。踏んだ。何、見切ってからの一発くんのか。からの一発くる。見切った、ガチ見切り。あっ、ぶねえもの。よし、からの多分また振ってくるですね。まず一発。よし、こいつはいけるぞ。こっちへ来い。さあ、初回撃破なるか。よし、見切った。からのこうだ。今ちょっと甘かったな。いい、それない、それない。早く、ちょっと待って、回復したいか。あ、回復したかった。くっそ、今のは事故だ。回生する。さあ再びやり合おう。で、からの、あ、来ないんだ。下段、下段か。いや、こいつやっぱ強えわ。地味強え。振り落とし、下段。あぶねえ、ちょっと回復する体感でついて。よし、よろめかせる。それな、スーパーマンか。回復、よし。怖すぎないこれ。もうちょい、よし、いった。いや、強いこいつ。よしよし。で、さらに数珠玉1個ね。ここね、そう、雑魚が多い、本当に。雑魚さえいなければ、もうちょっとスムーズにいけた。7本槍。で、他にこれなんかある？アイテム。多分ないかな。あと、そっちの方ね。そっちの正面方向。あっちまだ行ってない。
あとそっちの方ね、そっちの正面方向、あっちまだ行ってない。よし、さあとりあえずおじさんたちをコロコロして、で再びこっち、山内さんもいないよね、あの方の親族ね、全身だはずだもんな。空中ガードで、さらにアイテムこれ取って握り杯、よし。さてこっちも大丈夫かな、大体制覇した、一匹来たな、大丈夫。こっち、あれそこワンちゃんいるんだ。さあ手裏剣からのこいつ、振りかなんかで若干遅いんだこいつ、普通に振ってこい。よし、さてスキルポイント、よし、たまたね1ポイント OK です。でこれ開かないよね、ですね。これね、こっちじゃないのかな、もしかして。ちょっと待ってね、これもう一回一旦本庄行こう。よし、そうで、そっちね、こっちの正面方向、多分こっちじゃないかな。そこに二人、これ放置、そうそう、そっちの奥ね。あいつ復活してんのか、一回やったんで放置で、アイテム、よし、黒色荘園これ取って、ここにも重たい銭袋、よし、ワンちゃんくれ、ワンちゃんダメ、ワンちゃんダメだよ、もう、はいはい、よし。でここにあれか、さらに器物、ここも器物、あとね、こっち。これ無理か。多分ね、これ、順路こっちかな。あと、そこに人がいる。あいつか、商人だ。ご供養。いかがかね。こんなところにも。死者がある、汚れとて、さあ。さて、この方、なんか売ってるかな、いいもの。数珠玉、あ、これ売ってるんだ。あとね、これも、前面の破片、竜刀。古い前面の破片の一つ。これは面の飾りのようだ。元は一つの面だったのだろう。前に行った平田屋敷、あそこで右だっけ、破片ありましたね。つまり右左とこれか、合計3つ。ただバカ高い、これ何の意味あんだろう。あと数珠玉、これやっぱり買っておきたい。さっきこれかな、数珠玉、よし、銭袋これ売って、あとそうね、種ならし、いやあれ持ってない、残り40円。月明くれ、これかな、2つ、よし、で購入する。あ、これ1400か、100円余った、よしよし。で今合計2個、あとそうね、丸薬これ買っとくか、よし、 OK です。
死者があるところまた供養集あり、いずこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。さあどうね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ですね、多分ここから先かな、一旦これアンロック、名前見とこうか。仏渡りで、ここのステロ入り口、あれでもこれさっきのとこステロだよね、繋がってんのかな。まあ次回一旦そうですね、こっち進んでみようか。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回赤狼でお会いいたしましょう。今回はこの辺で、やったどー。